あの私、実は、えー、この g 1サミットあの堀さんに支えられてというか名前だけのボードメンバーでありましてあの全然、ボードの会議にも出ないのにあのよく首にしないでありがとうございますで、えー、第1回から参加しておりましてあの第1回の最初の基調講演をさせていただいたあというあの本当にあの素晴らしい機会いただきましてありがとうございます。昨日 ディナーの時にちょっと昔の写真が出ていましたがあの私の基調公演の時の写真も一瞬出ていたのを見ておられた方はほとんどいなかったと思いますが <laughs> <laughs> あのそれを見て私ちょっと愕然としまして何を愕然としたかというとそれ、えー、何年前7年前7年前ですよね着てるセーターが一緒だと思って。 すみません、兄弟給料安いんですであの今日はセーターかえセーター服を変えてきました <laughs> すいませんそれでですね今日はあはこのこんな古い本を出して申し訳ないんですがジャパン・アズ・ナンバーワンというあのちょうど僕が僕がというか皆様も同じ年齢の方多いと思いますがあの高校生大学生の時に出た、まあ、ベストセラー結構100万部近く売れたと思います 読んでません <laughs> 読んんでませんが <laughs> あのでも表紙は非常に有名になってえな書いてあることが日本をこうお褒めてんのか揶揄してんのかは別にしてもなんとなくにこう青年としてこう日本ナンバーワンなんだとすごくこうおまあ勇気づけられたのを覚えていますそこから30年経ちました残念ながら今日本がナンバーワンのものはどれくらいあるかなと思って今日あの いろんな分野の方が来られていますから教えていただきたいんですけども日本がこう世界でダントツにナンバーワンだという,いうことをご存知の方は誰かいやいやいやそれやったらもうそれだったらもうここで話終わるんですけども IPS は今アメリカと一生懸命ガチンコでやっています。 でえー、本当、日本がダントツでナンバーワン、な何,か何かないでしょうか、はい、あウォシュレット、おそれ間違いなく、僕もアメリカでウォシュレット買いました、はい。他何かない,ないでしょうか、日本がダントツナンバーワン、ああなんかか答えが出てしまったからああの長寿はあナンバーワン、今、ナンバーワンですね、確か。 ただこれはあのスイスであるとかイスラエルであるとかまあ競っています。都市によったら2番、3番になりますからダントツではない、ないんです。でもその長寿に関係したことでもう日本が世界ダントツナンバーワンが僕は一つだけ知っていまして何ですかあ治安いや治安はどうですかね日本ちょっと。<laughs> 治安もまあナンバーワンに近いかもしれないですがあのもうあの答え言いますが世界間違いなくナンバーワンは 高齢化ですこれ,あのこれ競、競っていないんじゃなくて、もう断トツナンバーワンです、あの中国もここ入っても、ここはまあ一部の国だけですが、世界の全部の国を入れて、もうこの日本の高齢化のスピードっていうのは、もう断トツでナンバーワンです、で最近僕はあのこれを考えると心配で夜が寝れなくなるというくらいの問題だと思っています。あの まあ人口ピラミッドっていうのを昔社会等の時間でなられたかもしれません1930年日本はこういうま,あまさにピラミッドだったんですね子どもさんが一番多くてでこの色があのちょっと色変わっている部分が社会を支える年齢だったんですがこれがですね1930年こういう言い方なんですが2030年これから15年後にはあのこういう形に日本は。 なってしまいまいすからもはやあのピラミッドと言えない非常に不安定なもうポッとしたらこけるような国の体数になってしまいますこんな形になるのはあの日本があの当然ですかもう日本だけです他の国はここまで不安定な人口構成にはなりませんのであの今日は高齢化がテーマではありませんからこれ以上。 話しませんあの年金であるとかソーシャルセキュリティであるとか医療であるとかあの本当にもう大変なことになると思い何とかしないとただあの私たちの分野でこの高齢化が一番問題になるのは寿命は伸びているんですね、えー、これちょっと古いデータですが男性も80歳を超えていますし女性86歳もう世界一人の長寿ですがこの 寿命とそれから健康寿命、私たちのようにこう仙台まで来てお酒をいっぱい飲めるという、日常生活に制限なく楽しめるという健康寿命と本当の寿命の間に10年、男性で9年、女性で12年の差があります。このの差ががやはり介護等の問題で周囲を圧迫しますしご本人が一番 あの不幸なわけでありますこう男性70歳平均寿命ですからもう僕も今年53ですからあと17年とかなんか考えるとちょっと寂しくなってしまうんですけれどもどいかにしてですねこの差は何で生まれるかというといろんな病気とかけがです認知症であったりパーキンソン病であったりまたあの視覚障害であったりもう高齢化に伴って、えー、どんどんいろんな病気や怪我で日常生活が制限される。 どうこれをどう,ど,うど,うどうにか減らしたいというのが私たち医学研究者のまあ目標であります。よく寿命を伸ばしたいんですかと聞かれるんですが、寿命はもうそんなにあのの伸ばしたくないんです。<laughs> <laughs> <laughs> これ健康寿命を伸ばしたい、あの本当の寿命との差を1年でも2年でも縮めたいというのが私たちの目標です。でそんな中で えー、あの私たちが出会った細胞が iPS 細胞と呼ばれる万能細胞であります。どうやって作るかといいますと、皆様の血液や皮膚の細胞を少しだけいただくと、や山中因子と今呼んでいただいてるんですが、少数の遺伝子を見つけてきました、その遺伝子を細胞に送り込みます。遺伝子を細胞に送り込むというと、非常に難しいと思われるかもしれませんが、今、中学生や高校生でも、あのキット化されていますので。 混ぜるだけでで簡単にできますでそうすると iPS 細胞という全然違う細胞になります血液や皮膚の細胞はほとんど増えないですしいつまで待っても血液や皮膚の細胞なんですが iPS 細胞になりますともうどん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 無限に増やすことができますそして増やした後で iPS 細胞から神経であるとか心臓であるとかあ筋肉軟骨もあらゆる細胞を大量に作り出すことができるこういう技術でありますでこれまで人間のいろんな 体の細胞、特に心臓の細胞ですとか脳の多くの細胞をこう研究や医学のためにこう大量に使うということはできなかったんですね。ところが、iPS 細胞ができたことによって少しの血液,血液や皮膚をいただくだけであらゆるまあ理論的にはあらゆる人間の細胞を大量に作ることができるということで2つの応用を目指しています。1つがよく新聞聞等ででかれる再生医療です細胞を移植して患者さんの 機能を回復させようという再生医療もう一つあの再生医療本当に皆さんよく聞かれると思いますが再生医療とも非常に大切ですしかしそれと少なくとも同じくらいおそらくは再生医療以上に大切なのが薬の開発ですで、今日あの簡単にこの後それぞれの例をお示しますで、京都大学ではこの iPS 細胞の臨床応用を進めるために iPS 細胞研究所という新しい部局ですね京都大学の一番新しい部局を2010年に設立いたしました文部科学省に立てていただいたこの立派な研究棟の中で今あの300名以上の学生さん入れると400名以上のものが研究していますあの本当に今もうぎゅうぎゅうで椅子取りゲームでありまして私も月曜に帰ったら所,所長の椅子があるかどうかわからないくらいのもう本当に <laughs> あの大変な 状況ですただあの文科省に第2研究棟を立てていただきましてこの裏にあの4月からは少し1.5倍くらいになる予定です。でこれあの、A、日本語名は iPS 細胞研究所なんですねこれちょっと私の失敗でこういう構想が出た時に当時の,あの松本博総長から「いや研究所を作るぞ山中,山中先生と」と。とりあえずの名前 iPS 細胞研究所に しとくけどいいかと言われてあじゃあ,まあとりあえずの名前 iPS 細胞研究所にしといてくださいと言われてで、えー、その話が本格化になったのでちょっと名前を本格的に考えたいですと言ったら何言ってんねんと名前は iPS 細胞研究所だと <laughs> 文科省に出しちゃったということで帰れないということで、まあ、単純で分かりやすいかもしれないんですがなんかすごくまあダイレクトな名前になっていますが。 英語名は自分で考えて、あのどうぞ52ということだったので、あの直訳すると、センター for iPSL リサーチで終わってしまうんですが、その後にあのアプリケーションというのをつけています。このアプリケーションが、私たちの研究所が本当にやりたいゴールであります。あのリサーチ、研究、大学の研究機関ですから、当然リサーチをして論文を書くというのも大,大切なんですが、それが終わりではなくて、アプリケーションですね、先ほどの医学応用を目指すと。 あのサイラと略していますが最後の「A」が一番大切ですでこの5年前に設立しましたその時に開所式というのを行いましてたくさんの,あの皆様方にも来て成功成功先生にも来てもらいましたし起きてますかせいくん君はい <laughs> 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 あの その時にあの約束した4つの達成目標がこの4つです。こ,のこれを10年、とりあえず10年研究させてもらい,いただきたいとで。これが達成できなかったらもう研究所ももう終わりということで、えー、今ちょうど5年目でありますが、まあ、これに沿って簡単に現状をご説明します。1番目が非常にまだ若い技術ですから、基盤技術を確立して、で知的財産を京都大学が取るということであります。あの皆様の多くにとって 特許というのは技術を独占するための手段だと思いますが私たちにとっては全く逆でありまして技術 iPS 細胞という技術を独占させないための手段でありまして兄弟が特許を取ることによってもう誰でも使えると世界中のもちろんあのライセンス料は多少いただきますがあのそあの独占はしないというためにこの特許を一生懸命やってきました。であの製薬会社の知財部等から一生懸命あの 口説いて、ですね、えー、兄弟に移ってきてもらって、えー、彼ら、彼女らのおかげで、ですねこの兄弟の基本特許、日本、アメリカ、欧州含む29か国、今、多分30か国になっていると思いますが、それと香港、1地域で成立しています、ですから、この1番目の目標というのは、相当部分、達成できましたで、2つ目が再生医療用の iPS 細胞ストック。あの iPS 細胞は皆様お一人お一人患者さんお一人お一人から作れるんです簡単に作れるんですがただ再生医療用の移植するとなったらちょっと話が違います実験室でちゃちゃって作るんだったらそんなに高くないんですがあの再生医療用となるともう薬と同じようにあの無菌、えー、クリーンルームで作って GMP という非常に厳格な レレギュレーションがございますそして品質チェックももう,もう徹底的に行う必要がありますし最高級ウイスキーと同じくらいがもっと高いそうジャブジャブ使いますからもう何千万というお金が一人当たりかかってしまいますまた半年から1年ぐらい時間かかるんですねあの細胞を頂い,いてから移植までそうするといろんな急性期の病気心臓の病気とか肝機能障害とか1年,半1年も待ってたら患者さん亡くなってしまう。 いう可能性もありますからこのお金と時間の問題ご,ご本人の細胞を使うと大きなお金と時間の問題になりますそこであらかじめ他の人から再生医療用の iPS 細胞を作ってストックしておこうという計画を進めていますで、京都大学に iPS 細胞外来というのがあるんですあの週,週1回 iPS 細胞研究所にたくさんの医者がおりますので 医者でありながら研究している人間たくさんおりますから彼らが後退に外来,本当外来診療しています私も一応医者なんですがいや所長はいいですということであの外来診療をさせてくれないんですけれども、えー、そちらでですねボランティアの方に来ていただいてで説明をしてでわ、えー、かりましたあの協力しますと言っていただく方にはあ採血をいたしましてで研究所の中のこのクリーンルームに。 持ち込みましてそちらで iPS 細胞を作っていますそして、えー、徹底的に品質管理したものを液体窒素に凍らして、えー、半永久保存するとそれをお今もう国内の研究機関 KO とか阪大にあの配り出していますし今後は企業であるとか世界海外にもお配っていきたいと。 おこの計画を立てて、えー、これも順調に進んでいますただあのこれあの医学の知識のある方はこれ本人の細胞じゃないから拒絶反応起こってしまうじゃないかと輸血もあの何も考えずに輸血すると拒絶反応で患者さん亡くなってしまうこともあるんですだからこれどうするんだと思われるかもしれませんが世の中には既得な方がやっぱおられるんですねコロナ禍にも1人ぐらい おられれるかもしれません自分の細胞を他の人の細胞に他の人に移植しても拒絶反応を起こさないというあ,あまり起こさないという特殊なあの細胞の方を持っている人が数百人に1人おられますで、まあ、血液型でいうと O 型の人がそれに近いんですね O 型の人は他の人に輸血しても大丈夫なんですが逆に他の人から輸血されるとすぐ死んじゃうんですけれどもだからそれとあの血液型よりは。 もっと複雑ですが同じようにですねほの,の人に心臓の iPS 細胞から作った心臓の細胞とかあの筋肉の細胞を移植しても拒絶が非常に小さくて済むという特殊な方がおられまして今その人たちを日本から100名見つけてきて iPS 細胞を100名分作るとそれだけで日本人の 90%9,000 万人以上があのカバーできるということが分かっていますのでその100人今はもうその日本人で一番 頻度が多くて、かつ、あの拒絶を起こしにくいような方をたくさん見つけていますので、その方から iPS 細胞を作っています。あ、多分ここにも1人くらいおられると思います。ですが二2つ目のこの iPS 細胞ストックもなかなか順調にいっております。ただ、細胞を作るだけじゃ全然役に立ちません。やはり実際の再生医療を始めて臨床研究を開始するというのが3つ目の目標であります。臨床研究、臨床試験というのは、まずは動物で、 安全性とか効果を確認します動物で大丈夫だと分かったら今度いよいよ患者さんにご協力いただいて人間の患者さんで安全性と効果を確かめるのが臨床試験臨床研究でありますでこちらいくつかの病気についてパーキンソン病であるとか血液疾患について、えー、動物実験を終えて臨床研究を始めようというのが3つ目の10年間の達成目標でありますでこちらはですねあの文部科学省を中心とするものすごい支援が 日本ありますこれはあ,のある意味ジャパンンンアーナバワです iPS 細胞を使った再生量についてはアメリカよりもヨーロッパよりももう絶対先に行っています。特にここに書いたいくつかの病気についてはあの臨床研究がもう非常に近いというところまで来ています。で中でもですねこの神戸の高橋正夫先生最近よくあのマスコミにも出ておられると思いますが。 もうこれは近いじゃな。近いというよりはもう始まっています。あの加齢黄斑変性という網膜の病気があります。これも高齢化でどんどん増えています。網膜が光を受ける。今、皆さんも多分目を開けていただいている方は使っておられるんですが、<laughs> その網膜の裏打ちで一層の真っ黒な細胞があるんですね。鏡と一緒です。鏡も透明のガラスだけでは鏡にならなくて裏にこう。 一層の裏打ちがあるから光をちゃんと受け取るんですが網膜もまさに一緒で網膜という光を受ける一番後ろに真っ黒なこの色素細胞の層があります。この色素細胞が加齢に年齢高齢に伴って分厚くなってしまったりもしくは破れたりしてそれで光をちゃんと受け取れなくなるというのが加齢黄斑変性という病気です。 日本の今、失明の2番目か3番目こ、ここにおられる方、私も含めて全員の検査をしたら、多分十 10, 10人は患者さん見つ,け見つかるくらいの、もっと多いかもしれないです。あの最初はなかなかわからない自覚症状ないんですけれども、でどんどん増えていきます。でこの患者さんからあの 皮膚細胞を取ってこられてで皮膚細胞から iPS 細胞を高橋先生が作られて iPS 細胞からこの図にあるような真っ黒い色素細胞のシート状シートを作ることに成功されましたそして、えー、この作り直した健康な色素細胞を去年の9月にこの患者さんご自身のもう悪くなってしまったちょっと破れている色素細胞と入れ替える手術を行われました でちょうど今、半年経っていまして、昨日ちょうど横浜で発表され、高嶋先生、発表されていましたが、あの順調に経緯しているようですので、えーまあ、私たちとしてもホッとしています。ですから、もう実際、この網膜の分野では臨床応用が世界で初めて、日本、日本が世界で先駆けて始まっています。 私たちの研究所では高橋淳教授脳外科医でもありますが彼がパーキンソン病の再生医療をやっていますパーキンソン病これも高齢化によってどんどん増えていますあのもう80歳くらいになると 3, 3人に1人がパーキンソン病の症状が出ると皆さん私もそうですが全部明日は我が身です <laughs> あの本当にはい、えー、この病気はですね えー、スムーズななななな動ききがででなくなるんですねなかなかこう歩こうと思っても最初の一歩が出ないとほんで「いやっと出した」と思ったら今度は止まれないんですどんどん速くなってどっかにぶつからない限りあり、のー、止まれないとよくパーキンソン病の患者さんからお手紙いただきますが最,最初の字が書けないんですねで書かれたと思ったらもうこ,こんな大きい字なんですがでもそれがどんどんちっちゃくなっていって最後は虫目鏡で見ないと。 わからないくらいちっちゃくなるというそういうもう大変なこれもだから健康寿命に影響を応用します原因はたった1種類の細胞なんです私たちの体にもう何百という種類の細胞はありますがその中で神経細胞の中でさらにあのドーパミンという物質を作る特殊な神経細胞が脳の奥にありますがそのたった1種類の神経細胞がダメになってドーパミンをちゃんと作れなくなるだけでそういうスムーズな動きができなくなるという病気ですでこの 原因はたった一種類ですから iPS 細胞からその細胞を作る作ることさえできたらいいんですが高橋淳先生それにも成功されています今猿のパーキンソン病のモデルがありますのでそのモデルで安全性と効果を確かめておられまして非常にもうあのいい結果が得られていますので今年中には厚生労働省に臨床研究の申請を出すという段階まで来ています高橋淳先生あのあの私の同僚で 今副所長もしてていいいただいています脳外科医としてまたパーキンソン病の研究者としても非常に有名なんでありますが彼最近もっと有名になっていることがありまして何かと言いますとあの先ほどの高橋正代さんのご主人でありましてその、ま、正代さんの主人ということで「僕はクリントンと一緒だ!」とな何か大きく言ってはりますけれども <laughs> 自分で言うなって言ってるんですけど <laughs> すいません。 もう,一つあのもう一人同僚の江藤先生4年前に東大から移ってきていただきましたが彼は iPS 細胞から血液の細胞を作っています血小板とか赤血球ですね輸血をしようと iPS 細胞を使ってで輸血だったらあの日積があるだろうと献血私も献血この間したわとおっしゃるかもしれませんでその通りなんですがこれも高齢化の影響がもう必死必死と。 日本をこう蝕んでいます。献血だけじゃ輸血が足らなくなるんですね。そりゃそうですよね。あの献血する若い人がどんどん減っていて献血してほしい。あの高齢者がどんどん増えていくわけですから、誰がどう考えても足らなくなります。もうあのもう10年後くらいには100万人。分の献血が献血だけじゃ輸血ができないと。 輸血ししないいと死んでしまいます残念ながら本当に輸血さえしたら助かる命が輸血できないと死んでしまうわけですからこれも切実な高齢化に伴う問題ですでどうするんだ一つの方法がじゃ iPS 細胞から血液を作ろうということであの先ほどの江藤先生日赤とも連携しながらこの研究を進めていますまあ以上あのもっといっぱいあるんです糖尿病とかあの心臓とかいっぱい あの脊髄損傷も有望なものはいっぱいありますが、あんまり朝からそればっかり、も題あれですか、やめておきますが。まあ、と,ということで、3つ目も相当達成できています、4つ目、これ、薬の開発です、これがですね私も5年前に、あのいや、もうこれできなかったら、もうあの税金泥棒と言ってくださいとか、短歌来てたんですが、そう言いながら、この4つ目はちょっと大変だなと思っていました、薬の開発、時間がかかります。 どうしてもうまくいっても10年以上かかることが多いですから10年以内に言ってはみたもののこれが本当に大変だなと思っていましたがあの去年去年ですね相当に私特に病気いっぱいあるんですがその中でも難病気少疾患と呼ばれているあのもう何百種類とありますがそれぞれの病気 あったりの患者さんは日本全部でも1,000人であったり100人であったり10人であったりという患者さんがほとんどいないと。ということで製薬会社はなかなかそんな患者さんほとんどいない病気の,あの薬の研究なかなかこう行えないわけです。社会貢献としては行えても企業の利益という点からはほとんど利益求め望めないということでこれまで何かこう置いてきぼりに。 されているというか患者さんから見ると私たちは難病で苦しんでいるだけじゃなくてこう研究者からも見放されているというような思いの方がたくさんおられると思うんですがここに iPS 細胞で大学で創薬ができるんじゃないかとで実際できていきましたこういう難病があります軟骨無形成症あの街でも見,見かけられることもあると思います。この病気は えー、成長軟骨ってありますよねあのレントゲンを子どもさんのレントゲン取ると腕の骨の端っこの方にあの軟骨ですからレントゲン、えー、ちゃんと映らないので抜けて映、えー、るところがありますそれがあるとまだ骨が成長軟骨から骨ができますのでそれがあるとまだ背が伸びるとでそれ多分皆さん僕もないんですけれどももう骨は伸びないんです ところがこの病気になってしまうともう最初から成長軟骨がほとんどできない軟骨ができないので結果として骨特に手足の骨が十分に伸びないということでこの2人は一卵性ソーセージで本来なら見た目もせせ性格好も非常に似るはずなんですがこんだけ慎重に差が出てしまうと軟骨ができないこれあの軟骨のお 成長に大事な遺伝子たくさんありますがそのたった1個たった1文字あの私たちの設計図って30億文字それぞれの細胞にあるんですね、えー、分厚い辞書1冊分らしいですがその30億文字あるこの辞書のたった1文字が A から A か E から,、A か I、から O か知りませんが変わってしまうだけで軟骨ができなくなると突然変異ですですすかかかららいいつ誰に起こるわかかないんです。 精子ができる段階で変異が起こったりもしくはあの受精した後の細胞分裂の時に変異が起こったりしてこうなりますかいつ誰に起こるかあの分かりませんでこれも患者さん非常に少ないですので根本的な治療法ありませんでそこに切り込んだのがあの妻木紀之教授です えー、4年前に藩大からサイラに来てもらいました彼僕,とち僕はあの偽整形外科医とよく言われてるんですが彼はあの本当の整形外科医でありますですからこういう子どもさんの治療をたくさんさ、まあ、治療というか実際何もできないんですがあ診療をたくさんされていますあの妻木先生実はあの僕のおおすなわち世耕先生の,あの高校の後輩 二つ下柔道部の後輩でありまして、はい、昔からとても優秀だったんですがあのこの二つ下の学年というのは僕もいろいろ思い出が <laughs> ございましてその世耕だけが笑いますが、はい、その世耕すいません、はい、ええ何を言いたいかというと何も言いたくないんですが <laughs> <laughs> このちょっと最近妻木先生もこのおし素晴らしいお仕事で。 えー、ほほメディアの方、えー、取材していただいてメディアの方から「山中先生にそっくりですね」と言っていただくんですが僕としては僕の方がもうちょっと髪の毛濃いと思って <laughs> <laughs> あのちょっと不満なんですけれどもあの彼がですねこのお軟骨無形成症の患者さんとか正常のおお方健康な方から iPS 細胞を作りましたで iPS 細胞の段階では全然差がないんです さらにですね、椿先生は、この iPS 細胞から軟骨の細胞を作る方法を,方法を開発されました。でそうすると、正常の方の iPS 細胞から軟骨を作らすと、この左側のちょっとこれ、えーと、赤く染まっています。軟骨だけを赤く染める薬があるんですが、そ,それを染めていますので、真っ赤な、きれいな軟骨細胞が正常の人の iPS 細胞からできます。ところが、全く同じことを、 患者さんこの病気の患者さんの iPS 細胞でやっても右,右側のように軟骨がもうほとんどできないとこれはすなわち患者さんの中で起こっている軟骨ができないという病気を実験室で再現したことになるんですねでこれが iPS 細胞の新、まあ、骨頂といいますか病気を実験室で再現すると患者さんはあの本当少ないんですもう、まあ、この写真だったら人お一人です お一人の患者さんに新しい薬を試そうと思うと一つしか試せませんで、こういう成長にかかる症状ですから薬の効果見ようと思ったら最低でも一年くらい投与しないとわからないんですねだからなかなか新しい薬を調べたくても調べられないという限界があったんですがこの iPS 細胞で 再現できたということはこう細胞の培養というのはこういう小さいプラスチックのお皿の中で行いますこれと同じものを一人の患者さん由来のものですがこういうお皿何百枚と簡単にコピーできるんですねそうするとその一つ一つに違う薬の候補を試すとそして1年も待たなくてもこの軟骨作るのは数週間でできますので数週間試したら この軟骨できないということをど,うどんな効果があるかということを見ることができるわけです。で実際あの妻木先生それやりましてで彼がさらに賢かったのはあの新しい一から薬探すんじゃなくて他の病気で使われてる薬をまず試してみようと既存薬といいますが試し,試してみたんですね。そしたらあの僕もこれ本当びっくりしました iPS 細胞ができた。 時もびっくりしましまたがこれも相当びっくりしましたがあのコレステロールを下げる薬がありますたこの会場でもう僕4人にそういうくらいの方飲んであるんじゃないかなと <laughs> あのそれくらい普通の薬もう安全性もあのスタチンなんとかスタチンという系統の薬であの日本の遠藤先生が開発された薬でありますがその薬を をか,けるとかけないと軟骨ができない患者さんの iPS 細胞からもものの見事にきれいな軟骨ができるということが分かりました既存薬が効いたとこれはあの大きいんですねなぜかというと普通薬の候補が新たに見つかってもそこから動物実験したりあの安全性確かめたりでもう先ほど言いましたように10年ぐらいかかってしまうんですが。 この場合はもう,もうそういうステップほと,ほとんど全部進んでいますので、えー、というか皆さんでも確かめて安全だということも分かっている薬ですから非常に早い段階で臨床に持っていけるんじゃないかとあの子どもさんでこれまで使ってない薬ですから子どもさんでどれくらいの量を投与するかとかあ安全性は本当に大丈夫かということの検証は必要ですがそれでも1年 くらいの時間で実際の患者さんに投与できるんじゃないかということでこういうですね、えー、これドラッグリーポジショニングといいますすでにポジションが決まっているいろんな薬をまた違うところで使おうとこれ,これこそ難病たくさん難病ございますのでそういった難病コストも時間もあの非常に小さくて済みますので こういうことで他の難病にもどんどんやっていこうと思っています。でもう一つあの薬でもうあともう一個だけ例を挙げますあの個別化医療パーソナライズドメディスンこれを iPS 細胞でやっていきたいと井上教授たちが中心にやっています。あの例えば今認知症たくさん もう終終わわい大変だ終わります、はい、あのみんなに同じ薬を使うんですがある人には効くんですが他の人には効かないと他の人には副作用出てしまうとな飲んで数年飲まないとわからないとこれもうこれなんとかしたいんですところが井上先生はこういったアルツハイマー病認知症の原因のアルツハイマー病の患者さんから iPS 細胞を作ってで神経細胞を作りました そしたらやっぱりアルツハイマー病の患者さんの iPS 細胞が作った神経細胞は正常の神経細胞と比べてちょっとやっぱり元気がないっていうことがだからある意味病気が部分的に再現できてるんですがそこにですねある薬を投与すると効く細胞と効かない細胞があるとで細胞で効いた人は患者さんにも効くとだから患者さんでの効果が細胞で簡単に予測できるということが分かってきてましてですから ちょっと端しっちゃいますがこういうですねこれからは iPS 細胞を使うことによってあらかじめどの患者さんにどのタイプの薬を使ったらいいかということを予測して行うとこういう個別化医療を実現,実現させていきたいと iPS 細胞研究も全臨床研究から臨床研究に差し掛かりましたこれからしかしこれから本番で臨床研究を経て治験から承認となるとまだまだ 道のりコストそれから人材もたくさんの人材が必要です人材という面では私たち研究者も大切なんですがそれ以外にですねこの知財とか規制とか契約とかそして非常に高度の技術を持った技術院でありますとかあのサイエンスコミュニケーター広報とかいろんな人材が必要ですところが大学国立大学には研究者教員のポストであと事務職員のポストしかなくてそれ以外のいろいろなですねこういうエクスパートの ポストがないんですねこれがあの私も研究所の所長として非常に苦しんでいます。で今200人以上の教職員がおりますが9割が有期雇用です。数年任期の有期雇用でありましてしかも有期雇用ですからもう昇給もほとんどないです。それから承認も承認ってあの昇格っていうんですかそれもこの191人の人はないんですね。そうするとやっぱり20歳代30歳代の人を あの民間企業を辞めてたくさん来ていただいていますが最初は気持ちで頑張ってくれるんですけれどもやっぱりいつまでもそれだけじゃあの結婚もされあの子どもさんもできるとなってくるとやっぱり昇給とか承認するシステムがないとあの無理です優秀な人からまた民間に帰っていってしまっていますもう今国から年間40億くらいの私たち支援 いいいただいていますですから文句を言うと他の研究者から意思投げられるのは分かった上であえて現状をもうあの書いています事実ファクトを書いていますが大部分が競争的資金と言われているお金なんですね競争的資金というのは赤で書いている赤と青、まあ、上,上の部分ですがあの研究者同士が数年ごとにこう競い合いましてで上位の2割3割の人がもらえるお金です。これはあの 健全な競争を刺激するという意味で非常に大切なんですがただあの人の安定的な雇用はやっぱりできないですね数年単位のプロジェクトが終わったらもう終わりというだから承認も基本的にはありえないです組織を作るお金ではないんですねプロジェクトを進めるお金です組織を作るためのお金は国からのお金は運営交付金とこれ安定的に 来るお金ですがこれ青で示していますがこれがですねあの国立大学の研究所私たちだけじゃないと思いますがもう圧倒的に少ないと赤の部分に頼,頼っていると他の公的研究機関である利権とか産総研はこの青の部分が非常にたくさんあるのであの安定しているわけですだからこの青の部分をどう増やすかこれはあの国にも一生懸命お願いはしていますがこれやっぱ国のシステム ななかなかかえるののは難しいといいとうのもよくわかっていますでアメリカはどうしてるかとアメリカも NIH は非常に今お金困っていてアメリカの NIH のお金も同じような感じで競争的的資金が圧倒的に多いんですしかしアメリカはちゃんと研究支援者をずっともう30年40年雇用されてるわけです。でどうしてるかなって言ったらそれはもうあのファンドレイジングとかあの国以外のお金で 雇用されていますということであの私もアメリカのいいところは学ぼうということであのファンドレーズン一生懸命やっておりますマラソンを走っちゃおうということであの一生懸命クラウドファンディングにもお世話になりました、えー、いやこの中にも寄付していただいた方あるかもしれませんありがとうございますただですねやはりあの青の部分最低限あの研究所300人400人の研究所もう安定的に経営しようと思うとやっぱり年5億円くらいは。 欲しいんですねマラソン1回走って1,000万ですから50回走らないとダメなので <laughs> 毎週ということであの私もあのどんどん一生懸命走ってたらだんだん速くなっていってしまいまして <laughs> 2月15日とうとうサブ4を達成してしまったんですねこういったお金で長期雇用であるとか研究環境の改善若手研究者の教育ですねこれ研究者の教育 本当に大,大,大切です嫌味では決してないんですが本当に大切ですのでこれがただあの競争的資金ではやっぱりできないですので,でただです、ね、あの研究所としても、まあ、所長に毎週走らすのはちょっとかわいそうだということでいろんなこうおフリーダイヤルまで作っていただいて「<laughs> 0120808748 <laughs>」「これあの走れ山中信也 <laughs>」。<laughs> <laughs> ぜひあのこのメモ、メモして書いていただいたらと思います、まあ、ちょっと長くなってしまいましたが、あの本当にです、ね、最初の話ではありませんが、この IPS に関しては、ジャパンアズナンバーワンと、これをあの今後も維持していきたいと思っておりますのであの、本当に課題もたくさんありますので、どうぞよろしくお願い申し上げますありがとうございます。